この放送はエプソンインターオート株式会社ピアとご覧のスポンサーの提供でお送りします。まあ今年もスイス行ってちょっと過ごしてきたけど、日本にいたってそうですよ。休みの日というか時間が取れると家族でドライブ旅行だもんね。まあまたあれだね、来年まあヨーロッパへすぐに旅行なんていうの大変かもわかんないけど、もう一回日本の隅々まで、見てみたいな気がするよね。逆に日本もなかなかいいとこあるよ。北海道から九州、沖縄までね、昔はよく行ったんですけどね、レース忙しくなるにつれてだんだんこう時間が制約されちゃったからあれだけど、とにかく山が意外にね好きなんだよね。だから山の方のそういうのばっかりさ行ったね。もう一回だから来年からやり直せるからいいなと。1991年1月、スペイン、ヘレスサーキット。 F1 グランプリの開幕を前に、ここでテストが行われていた。ホンダ RA101E、 言うまでもなく、去年アイルトンセナをチャンピオンに押し上げた世界最高の V10 エンジンである。このホンダパワーが中島の元に帰ってきた。ピレルホンダの希望に満ちた旅立ち、中島悟 F1 5年目の春が巡ってきた。87年ロータスホンダでデビューし、ジャッド、コスワースで苦労した中島にホンダが再び力強いエールを送った。今年こその願いを込めてエンジンの製造番号の前には SN、 悟中島のイニシャルが付けられていた。東京での走行パーティーで友人の劇が飛ぶ。熱い思いが込み上げる38歳。中島は84年からホンダ F1 のテストドライバーとして開発に寄与してきた。中島がいたからこそホンダエンジンが勝ち続けた。そして今大きく成長した我が子にバックアップされ厳しい闘争の場に出ていく。とにかくすごくスムーズでフラットで音がいいよね。何としてもまあ中島さんにですね、まあ今年はぜひ表彰台に乗っていただきたいと、まあ、一番高いところにですねできたら乗っていただきたいと。ブラバムから今年ティレルに入った相棒のステファノ・モデナ、彼もエンジンにワクワク。名デザイナーハーベイ・ポストレスウェイトが直々にニューマシンを説明。この時期のテストでは車の初期トラブルを出し尽くすことが大事だ。エンジンが強力になればどこかに弱い部分が出てくる。それを早く見つけ出し車を熟成させる。だから時々無理もする。
駆動系にトラブルが出た。 CV ジョイントを破損したためのスピンである。ちょっと踏ん張り効かなくて、うん、だからピューッと普通なんで、ここってそんなスピンするわけないんじゃ、ただ加速してもらってくるだけだから。今年のティレル020は駆動系やギアボックスにやや心配が残った。開幕は近い。人工的なコース、ビルの谷間に F1 のエクゾーストノートが響いていく。中島も激しく攻めた。気迫に満ちた走りである。しかし最終コーナー手前で止まっていた。とはいえ積極的に攻め込み、マシンの限界に挑んでのクラッシュである。フェニックスは去年も6位に入れたりして、意外にまあ変な自信みたいなものがあったんで、いつもの年以上に早めにその仕掛けたというか、行っちゃったみたいな気がしますね。周りの人のまあ新しいエンジン、チャンピオンエンジンを得た中島がどういう風にっていう目がすごかったんで、なんとかその期待に応えたいというなんかの現れみたいなレースだったですね。ややシャシーのバランスが悪い。しかし今年はこれで1年走る。少しでも前、少しでも早く、そこに5年目のベテランの落ち着きを見た。3月10日、花曇りの日曜日、胸躍る開幕戦のグリッド。行動コースが得意なモデナさえ予選は11位、シャシーグリップに難があった。中島予選16位、静かにグリーンランプを待ちながらコンセントレーションに入る。26台が開幕の雄たけびを上げ、1コーナーを目指した。中島力走、カペリを抜き去る。しかし33周目の第1ターン、ブレーキングに失敗し直進してしまった。一瞬慌てるケンティレイ、自力で U ターン、レースに復帰していく。レース終盤に入ると、中島は縦横無尽に活躍を始める。マルティニの背後に回り、フェラーリエンジンにプレッシャーをかけた。短いバックストレートが彼の今日の攻めどころであった。右コーナーでインを取りパス、新生ジョーダングランプリ、シェザリスを背後から狙う。一気にインサイドを取りパス、終わってみれば5位入賞。モデナも4位で、ティレルは上々の滑り出しを見せる。ティレル020もホンダ V10 のパッケージに自信。ケン・ティレルも手応えを感じていた。今年はいい年になりそうだ。力走に汗も心地よい。4月に入って第3戦サンマリノグランプリ、その前に行ったイモラテストでは
空力バランスがまとまり、フィーリングが良くなった。ところが金曜のフリープラクティスが始まった途端、中島はただただ待ちぼうけを食わされてしまった。モデナと共にクラッチトラブルに見舞われたのである。 T カーは今回モデナに優先権があり、中島は自分のレースカーが直るのを待つ。時間は無駄に過ぎていく。モデナは T カーで慌ただしくセッティングを進めていく。やるせない中島。ここはイタリア、レースの国、劇場をほとばしる F1 の本場。プロストがトップタイム。フィオリオ監督ガッツポーズ。ようやく中島はモデナのレースカーに乗れた。午前中まるで走れず、いきなり予選アタックに出ている。慣れない他人の車でコースを攻めなければならない。かつての中島は尻込みしたかもしれないが、今は違う。今年ベストとも思える走りで10位のポジションを得た。翌日は雨になった。予選タイム更新は望めないが、雨の決勝を想定してセッティングする。ここで中島はベルガー、アレジ、マンセルに次ぐ4位のタイムをマーク。雨の日には滅法早い。サーキットの誰もが雨の中島を認識している。中島の雨の速さっていうのは十分に世界に通用しますよね。これは何も F1 からではなくて、彼が初めて1973年にツーリングカーレース、もう今はない車ですけれども、サバンナ RX3 という車でレースを始めて、とにかく雨の中では人がアクセルを全開でいけないところを彼は全開で行ってましたから、あの瞬間のドライビングセンサーとしての中島の力というのは、これはアイトンセナの速さにあの部分では匹敵するんじゃないかなっていう気がします。ですからもう数少ないんですけれども、一度でいいから中島とセナの雨の対決っていうか、それが一度見れたらすごくいいなと。例えば中島悟っていうドライバーは、雨の中では当時の世界一のドライバーとやっても負けなかったよという、そういう、まあ、事実がね残ったらすごく楽しいじゃないかと思うんですけれども。ラスケツにさえならなければベルガーを抜いてトップになれた。 2.6 秒も離されたモデナは脱帽、そして苦笑い。4月28日、エンツィオへディノフェラーリサーキットは雨、ウェットレースが宣告された。セナも神経質にデータを見届け構想を練った。このレースのハイライトはとにかくスタート前に土砂降りになって、まあ、皆さんの言われる表彰台っていうものがもちろん、スタートして数週後には頭に浮かびましたし、前日のその地震みたいなものがありましたし、非常にいい流れでいくかなということを頭に、まあ、描きました。プロスト、アレジ、マンセル、ピケ、大物たちが次々と雨の餌食になり、中島は4位。ホンダの 1,2,3,4 体制が出来上がっていた。このままいけば表彰台もあり得る。我々ファンもそれを願っていた。しかし、あっと、中島のマシンだ、中島のマシンだ、中島のマシンがタイヤバリアに突っ込んでいる。残念だね、中島のマシンがタイヤバリア餌食になってしまった。あ、これはあわよくばみたいなことを頭に浮かべた瞬間に、ギアボックスが壊れてストップっていう、まあ、なんか、非常にその短時間の間に夢を見て一気に冷めちゃったような、まあ、そんなレースでしたね。スピードの迷宮、バラの花そよぐモナコ、新さんを舐め尽くした伝統のコースで、中島は今までとは違う新しい自分を作り上げた。
今年一番嬉しかったレースはモナコ。中島はそう語る。自分としてはもうすでにこの頃今年で僕はこの世界から足を洗うんじゃないかと、洗おうかということが頭をよぎってましたんで、できる限りのとにかくことをやってみようという気持ちで走って、ポールポジションのペナトのラップタイムが5年前よりも縮まったとか、そういう意味で今年のモナコは僕にとっていい思い出の一つだと思います。中島は今までモナコに負け続けていた。モナコは日本のレース界では考えもつかない行動バトル。しかしアイルトンセナはここを何度も征服している。87年初めて走った時、セナの予選タイムから5秒179も遅れ自信をなくした。決勝ではカペリとアリオに挟まれて1コーナーでコースアウト、どんじりに落ちて走った。レース中のラップはセナの4秒58落ち。忌まわしい思い出のモナコ、そのモナコに勝つ中島のドライバーとしての本能に火がついた。屈辱は自分自身で晴らさなければならない。今年のモナコは中島の恩返しとなった。中島予選タイムでセナと 2.6 秒差、レース中も 2.5 秒差、9位を走行。JJ レートとピロの間に挟まって、本当に、ほんの少しお互いにミスをすれば詰まったり離れたりということで、非常に緊張のあるレースができたように思います。小さなコーナーでは、JJ レートのリアウィングの支柱に自分のノーズがコツコツ当たったりもしたし、周回遅れのマルティニが、JJ レートの前に見えてきた時に、自分としてはやっぱりどのタイミングが一番この、あわよくばそのタイミングを狙って、JJ レートの前にも出られたらということも考えながら走ったんですけれども、2度の予選落ちもあった。2500回以上のシフトチェンジで手の皮がすりむけ疲労困憊した年もあった。今年は違う。ライン取りもさえ渡り、何者も恐れず中島は行く。だが36周目のシケインで周回遅れのマルティニが行く手を阻んだ。中島スピンした。中島スピンです。中島がウーベルシケインのところでスピンしてしまいました。エンジン停止、オフィシャルが押した瞬間リタイアが決定した。頑張ったモナコ、充実のリタイア。第5戦カナダグランプリ、予選は12位、決勝では攻めすぎて縁石に乗るアクシデントもあったが10位完走。出だしは好調、しかしうまくないレースもあった。今年これまでの自己採点はイーブンパー。第6戦メキシコグランプリ、エンジン、シャシー、タイヤ、レースカーの3大要素の一つタイヤが中島の足元を救った。期待されたメキシコだが、2度のタイヤ交換で10位に終わっていく。ピレリタイヤも熱心に開発を続けるが精彩がなかった。第7戦フランスグランプリ、決勝は13位まで上がったが、やはりタイヤに苦しんだ。試験のところで中島がサンドブランプリに突っ込んでいます。砂煙が上がっています。まさに砂地獄の中にはまってしまった中島のマシーン。今年4度目のリタイア、歩いて帰る中島、いつものように言い訳はしない。第8戦イギリスグランプリ、5年間イギリスに住んだ中島にとってここは第二のふるさと。87年には4位入賞して、パニックブレーキのおかげでタイヤにフラットスポットができた。このレースは8位で完走。ドイツ、ハイデルベルグ。東西ドイツ統一からおよそ1年、穏やかな黒い森の夏。第9戦ドイツグランプリ、
伝統と歴史の舞台ホッケンハイムで中島は重大発表の時を迎えた。7月25日木曜日、ホンダコンチェルトに乗ってサーキット入りする。そのことを知っているのは中島とケンティレルだけであった。プレス関係に配られたリリースにも3時からティレルの記者会見を行うとのみ記されていた。いつもと同じようにパドックを歩けばサインを求められる。サトル中島の名はこの5年間ですっかりヨーロッパに染み込んでいる。チームスタッフも何も知らない。愛すべきうちの中島、このパドックで彼は5年間過ごしてきた。モーターホーム、さまざまなパーツ、チームのテント、見慣れた景色だが彼の目にはいつもと少し違って見えた。会見場ではプレスが待ちわびている。一体何の発表なのか、新しいスポンサーでもつくのか、あるいはもしかして。勤めて笑いながら会見場に入っていく中島。心を決め、ケンティレルに打ち明けてからこの日が来るのは分かっていた。今日の発表は明るく行きたい。1991年7月25日午後3時、衝撃的な発表を始まる。Ladies and gentlemen, it is a rare occasion for a Formula One team to announce retirement from all forms of racing of one of its Formula One drivers. Satoru Nakajima will retire from Grand Prix racing at the end of the current Grand Prix series. Satoru's absence from the Formula One scene is regrettable. Satoru is Japan's most successful racing driver ever, and the first Japanese driver to compete in Formula One. Grand Prix racing will not be quite the same without him. Satoru Nakajima. していたのに込み上げてくる思いがあった。言葉にならない寂しさ。まあ自分の好きなことをやり終えた、そういう満足なものを見て、もらいたいような気がしたんですけども、そういう見栄を張ってこう台に立ったんですけれども、まあ実はやっぱり初めて見たらいろんなことが思い出されたし、自分の頭に描いてたのとはちょっと違う、会見になっちゃったような気がしましたね。もう少し明るく終わりたかったんですけど。
ついて回った形容詞に中島は5年間付き合ってきた。先駆者であるがゆえの重荷は今年いっぱいで解かれる。全ては自分で決めた。フリープラクティスに出ていくと、偶然にも鈴木アグリが中島の後ろを走ることになった。影のようにピタリとついてくるアグリ。この二人は好対照の存在として注目され続けてきた。中島さんがいなかったら多分俺も今ここに来て走ってないだろうしね。そのモータースポーツに対してのドアを開けてくれたんじゃないかな。彼がね、開いてくれたドアを僕は通ってきたんだから、開くという作業を僕しなくていいんですよ。開いてるドアに入ってきたんだから。だから僕はもう一歩踏み込んだところまで俺は頑張んなくちゃいけないって、なんか自分としてももう一ページ作るためにもっともっと努力しなくちゃいけないしね、そう思ってます。だからすごくいろんな面で感謝してます。中島が開き、あぐりが続いた日本人 F1 ドライバーへの道。簡単には抜かれたくないっていうものもありますし、まあ、そういう意味では複雑な気分ですね。自然にやはり前にいるものを、まあ後から来た人はまずそれを超えるということだと思うんですけれども、逆に言えばこの今いる僕のこの位置でこれをやってたんじゃダメなんだろうなと、相手は僕じゃないぞというような気も持ってましたね。ドイツグランプリはスタートしていく。中島にとっては残り8戦の第一歩。早々にブランドルを抜いて14位に浮上した。心の中を空っぽにしてサバサバした気分でアクセルを踏んでいく。ここは高速サーキット、ホンダパワーが後押し。しかし中島がピットに入ります。さあトラブル発生か。中島一体何が起こったんでしょうか。路面温度36度、ピレリタイヤがまた悲鳴を上げた。長くパワーをかけ続けるホッケンハイム、タイヤにはブリスターが発生。2度目のタイヤチェンジだった。そして3度目、中島のマシンはピットに帰ってくる。しかしその時にはレースのスピードを失っていた。エンジンスイッチを自ら切り、ピットクルーに押してもらう。ギアボックストラブルだった。これからの一戦一戦が貴重な中島。しかしメカニカルトラブルが前進を阻む。できる限り長く中島の走りを見ていたい。ファンの期待を背にモーターホームに向かうのは辛い心境だった。第10戦ハンガリーグランプリを前に、ホンダ陣営にそして F1 界に悲しいニュースが駆け巡った。8月5日ホンダ総一郎氏逝去。世界のホンダ、ホンダ F1 の父、セナやベルガー、そして中島も喪章をつけてレースを戦う。僕にとっては本当に、まあ、聞いた話のね、研究所とか工場行ってのその怖い親父じゃなくて、僕には本当に優しい人だったような気がしますね。中島はこれまで有形無形いろんな形でいろんな人々に支えられてきた。本田宗一郎という人が存在しなければ F1 ドライバー中島はなかった。中島にもう一度うちのエンジンをと言ったのも最高顧問。そしてここにもう一人、悟る中島の良き理解者がいる。ドータス時代細かいラップタイムを覚えていて励ましてくれたのは他でもないティレルチームのオーナーケン・ティレルであった。ジョン would not concentrate on doing any tire work, and we were with Pirelli, who were looking for experience with race tires, relatively new to Formula One, and Satoru fitted into this slot very well because he is very precise, very consistent, and was able to give us the information that we need on many circuits, which enabled
us to select the best possible race time. 中島のマシン開発能力、マシンセッティング能力は F1 界ピカイチと言われる。力でねじ伏せるのではなく、車のいいところを最大限引き出す。ヨーロッパラウンドは駆け足で進む。第11戦ベルギーグランプリ。ドライバーの勇気を試すオールージュの上り。しかし予選では車のバランスが悪く、21番手のタイムになってしまった。決勝レース、まずまずのスタートを切り、エリック・ベルナールとのレースとなった。何周にもわたってベルナールを攻める中島。上りではホンダパワーに物を言わせ追いつく。おっと、波形が上がっている。おっと、サンドトラップに突っ込んだのはこれ誰だ。まるで湯煙のようだ。おっと、中島。残り5戦、大切なろうそくの炎が消えていくような無念のリタイアであった。ベルナールをパス。しかし直進、ストレートが僕の方が速いもんだから、どうしても行きたくなって入ってったけど止まれない。別に車のトラブルってことじゃないんだ。車のトラブルってことではないんですじゃない。僕の自分のミスを強調する中島。また期待しました。はい。この頃のマシンはどうだったのか。はっきり言ってティレルホンダという車は、僕は去年のティレル DFR に比べたらば、まあ全然ダメな車だと思います。ティレルとホンダの組み合わせでできた今年のマシンというのは、そういう意味で戦闘力が相当落ちちゃいましたよね。 1+1 が2にならなくて、いろんな意味でのマシンの置かれてるポジションがですね、だん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 落ちてきてるなというのは実感です。中島に残されたのはあと5戦のみ。第12戦イタリアグランプリスタート。メインストレートは速いがラップタイムが伸びない。コーナーリングスピードがうまく稼げないのである。レースはスロットルが開きっぱなしとなり、サンドトラップに停止、あえなくリタイアである。苦しい戦いが続いている。諦めてはいない。打つべき手は打った。始めた年はそれは僕だってまだ自分の試してみたいことはたくさんあったし、例えば力がなければ車で改造するなり、いろんな方法を試したり、いいエンジンを積むのも、いいタイヤを使うのも、全てそれは手の内ですから、まあこの5年で僕はあらゆるものを出してやったと、でダメならばもうないよという感じですっきりしてる。締めくくりぐらいきちっと綺麗に人生つけさせてあげたいし、なんとかマシンを中島の気持ちに応えてくれという、もうこれは相手は機械ですけれども、機械もなんかその時には感情を持ってくれて、最後まできちっと走ってくれるんじゃないかなって信じてます。中島悟が住んできた F1 の世界は、限界ギリギリに挑む厳しく恐ろしい操縦の世界である。チームとしてマシンをどう仕上げ、どうレースを組み立て戦っていくかを決める。これで OK、 100点満点という答えなど出ない。残り4戦、引退する悟に完全な状態のマシンで走らせる。メカニックたちの作業も夜遅くまで続く。ポルトガルグランプリを前に、6年間住み慣れたロンドンを離れた。
ヨーロッパとの別れ第一段階である。少し感傷的になったのか、終始胃の痛みを抱えながら走る。鈴鹿まであと2000、ヨーロッパのサーキットをかみしめるように走る。久々に13位完走、路面の凹凸で背中を痛め疲労困憊。でもスタッフの笑顔に顔もほころんだ。アントニオ・ガウディの設計で200年の間作り続けられているサクラダ・ファミリア寺院。第14戦スペイングランプリは今出来上がったカタロニアサーキット。ヨーロッパ最後のレースが全く新しいサーキットということになった。下見する中島。何でもそうだけど、新しい道初めて、普通にドライブしててもね、初めての国行って、例えばここへ来るのも初めてだけど、なんかこうワクワクするじゃない。そういうのってあるよね。早い遅いは別にしてもちろん走ってみるとえらく難しかったりもするかもわかんないけど、そういう意味ではすごい楽しみあるよね。僕の場合は時間かかるタイプで、7ラップも7ラップもして、で、まあ結構疑い深いタイプなんで、ほんの少しずつ少しずつ、まあ、ブレーキもアクセルもポイントを変えてみてどうかなっていう、そういうやり方をやっていくんだけど、まあ確かにヨーロッパの、まあヨーロッパのというか他のドライバー結構覚えるのも早いし、僕から見てると刺激的に攻めますよね、87年から5年の間に気がつけば日の丸や中島応援の垂れ幕がぐーんと増えた。たった一人 F3000 で走っていた86年とは違う。夢ありがとうとか、そういった類のその旗とか垂れ幕とかね、そんな風ですごくこう温かくされたっていうのがやっぱり嬉しいことですね。まあ悪いなっていうね、ごめんねっていう感じと両方ですけども、まあ嬉しいものですね。まあ答えられないのが非常に自分としては残念なんだけども。異国で見る日の丸、打ち振る日本の観客、自分が日本人であることを思い知る。別に自分がその日本を背負って立ってるんだっていう意識はないんだけども、やっぱり、日の丸を見たりとかね、君が代を聞いたりすれば、その自分のね、はそうなんだという、少しでもその頑張りたいなという気持ちにはなりますね。やっぱりね、やっぱり日本で見る国旗、日本国旗と外国で見る日本国旗ちょっと違って見えるんですよ。まして我々ね、一人歩きが多いと何にもそのね、自分をまあ示すものがないとすれば、やっぱり、日の丸を見た時のそのなんか安らぎというか、そんなようなものはやっぱり覚えますよね。9月29日ヨーロッパ最後のレース、小雨がさぼくり難しいコンディション。この集団で戦ってきた、世界でたった26人しか走れない F1 の決勝で72戦目のスタートを切った。アルボレートをストレートでパス、18番手から13番手にまで上がっていった。レースは雨に翻弄された。中島は3回のタイヤ交換で遅れ16位を走行する。10歳年下のチームメートモデナが最終ラップで中島をパスしていった。中島完走17位。ヨーロッパでの全てのレース終了、心は鈴鹿を目指す。いつもは早く鈴鹿が来ればいいなみたいに思ってたけども、今年はもうちょっとこう自分に用意をしてから行こうかなみたいなね、なんかそんなようなちょっと気持ちもありますね。
うん、まあできる限りやっぱりいい形で鈴鹿で走りたいなっていうのもあるし、それからまあ終わってほしくないような気持ちもあるんだかもわからないですね。And I'm sure Honda are going to do a very special engine for him on this what will be a very special occasion. And、if we can put all those things together, and if the Tyrrell team does the job that the Tyrrell team、is intended to do, then we shall see、Satora in the points in Suzuka and see him perhaps on the podium.F1 ドライバーというよりも僕にとってのその自動車レースっていうのはやっぱり自分の自分を試すというか自分への挑戦だったんですね。結果としてやっぱり人と争ってるんだけども、まあ、どこまでそういったことが可能なのかみたいなね、僕にとってのやっぱり仕事であったし、なんて言ったらいいのかな、自分への挑戦みたいなもんですね。満足されました？うん、した。一つの旅が終わった時、静かなるさらばヨーロッパ、一つの旅がここに終了した。また新たな人生の旅が始まる。昔は兄と旅をした。やがて兄を超えた時、一人の旅が始まった。その原点は鈴鹿サーキットだった。全ては鈴鹿から始まった。サバンナ FL550 FJ 無敵の F2 時代、そして F1。 夢を追い求め続けた男が少年のように走り続けた旅の彼方に宝物はあった。その宝物とは中島悟の心の中だけにある、中島悟しか知らない F1 かもしれない。また自分の家に帰ってきたような気分で、本当にこの鈴鹿は懐かしいなって感じです。87年の時の気分、まあ、グランプリドライバーになって、帰ってきたぞって、いろんな人に見てもらった、まあ、今は、これで僕も全部やって、男になって終わるぞっていう感じで、ちょっと違うんですけれども、まあ、とにかくいろんな思い出のあるこの鈴鹿、懐かしさがいっぱい残ってます。I'm not afraid to die.